エリク・ボドムは、ノルウェーの風景画家である、厳備県県のベストビーで牧師の息子に生まれた、神学校を中退して、画家の道に進んだ。1847年に、クリスチャニアの絵画学校で、デンマーク出身の画家フリントに学んだ後、デュッセルドルフからノルウェーに戻っていた、風景画家、ハンス・ギューデの弟子に1848年になり、 1850年に牛デがデュッセルドルフに移ると、ボドムもデュッセルドルフに移った。1852年に国王オスカル一世が創設した奨学金を得た。国際的に評価を得るようになり、1853年にはアムステルダムの王立アカデミーの名誉会員に選ばれた。ラーシュ・ヘルテル・ビーグやベルナー・ホールンベルといった北欧の画家の個人教授もした。 ナショナルロマンティシズムの時代の風景画を描いた。同時代のノルウェーの風景画家、アウグスト・カペレンと同じように、北欧の風景の美しさを強調する作品を描いた。1879年にデュセルドルーフで事故で死去した。ありがとうございます。